ね、全然ないニコ生。ツイキャスは多いですか。新しく買ったの。秋最後にこれをちょっと履きテストっていうのちょっと大きいかな、これ絞った方がいいかな、足を絞るじゃないや、紐を縛った方がいいかな。じゃあ星さん広告ありがとうございます。おさげな靴。ゴミ箱さん広告ありがとうございます。あー確かに有料多いかもしれないですね。有料多いですね。ツイキャス多いんですかね。まあ、俺もね今年はちょっとツイキャスやるって決めてるんで、チャレンジとしてね。こちらでございます。ちょっとさ先にあれ足あれ縛っていいですか。靴ひも凍ってる。幽霊やだ。新年うろうろする。あ、佐藤さんのも。いやね、いるかなと思ったけど、いないですね。そしてすげえ寒い。これこっちが湖なんですけどね。ちょっと待って、足これ、足縛る。もうびっくりした。足を縛るじゃなかった。ちょっともう一回誰かゲーム貼ってる、貼れる？ちょっと足縛ってくる。そう、ミーコゾーン。ちょっと、誰かゲーム貼れる？広告あります。足縛る。この今、靴のサイズがね、ちょっと全然今家着いたばっかで履いたから、よく縛り、どれぐらい縛っていいかわかんなくて足。ありがとうございます。じゃあちょっと縛ってきます、足を。いきます。よいしょ。ちゃんと縛ってみた。あ、歩きやすくなった。あ、セブンさんこんばんは。ちょっと待って、どっち前で行く？どっち前で行くか。こっちから行こうかな、今日は。時計回りで行きますわ。ここに湖の周りの外周、まあ、ここはね一応動物のなんか猫がいっぱいいたりするんですけど、人の声とかをよくね聞く人が多い場所ですね。フォローありがとうございます、ね、フォロー見れるようになったからスマホ大丈夫よ。ニコとか大ちゃん、そう俺大ちゃんとこの八丁湖で2回リア突したことあるんですよ、実は。思い出の地やだん。こんばんは、半生。うっ、また鳥かよ。今年も早速1回目から取り入れたよ。もうフォローした大ちゃん好きだったから本当。うわー、イエーイ。うわ、え、ちょ待って、めっちゃいるハンナマさんじゃない、ハンセイさん、トリミーコ。それ大ちゃんファミリーですよ。知ってますか、 SD さん。ファミリーですよって勝手にファミリーにしてるけど。カモネギ、カモなの今。あ、こんばんは、アキラさんのも言ったっけ。半生シリケンさんになってる。なんて書いてるこれ、川幅ん
ごめんね、これ俺さ、もう目がなんか最近コンタクトのピントが合わなくて飲み子出てこない。ちょっとね、途中電波悪くなるとこ、あ、これ画質どうなってる？うか、かわう、ファミリー見てきて嬉しい。あ、かわうって読むのこれ。画質は滑らかか。大ちゃん懐かしいよね。大ちゃん暇してないの今。ちょっと原付でリアトツ来てよ。原付で1時間半ぐらいかければここまで来れるんじゃない？ 1 時間半もいないな俺ここに。1時間半もいないですね。さあ俺ちなみにあの大ちゃんと違って深夜でもリアトツ OK なんでね、皆さん近くに俺がもし今年行ったらステッカーあるんで会いに来てください。一応あのちょっと会話してバイバイでも全然 OK なんで。ギャーってなったら不気味。いなくなったからニコニコ離れてた、離れてた、やばそうな場所。小学校いらっしゃい。ごめんね、心霊スポットはちょっとコメントの読み過ごしが多くなっちゃいますが、懲りずに何回も同じコメント打ってください、読まれなかったら。なんか俺喋り方も最近さ、ちょっと大ちゃん似てきちゃってるよね。自分でも思うんですけど、今のなんかコメント読み過ごしがとか言うの、俺大ちゃんのなんか今蘇った。どこにいるの今ね？埼玉の八丁湖というところです。これ右が水、あっ、後ろからこっそりはやめて、あのコメントで来るって言ってくれた方がいいな。それはちょっと待って、バケタンタイム、俺バケタンやってないわ。ちょっと待って、バケタンセッティングしてなかった、首から下げてない。さっき足打った時大ちゃんかと思った。どういうこと、俺大ちゃんみたいな足してるってこと？これあの新型バケタンですね。これ新型バケタン、これをね首から今かけて継続サーチってやつにするんで、これお化けがいるってこいつが判断した時に音が鳴るんで。内股なんだね、やだ、龍神さんのも。そう、ポンポンまでは多分今日行けないですね、時間がもう始まった時間があれだから。これね、あの継続サーチモードに今からしますね。これで一応5分間ぐらい歩いてるときにずーっとこいつサーチしてくれます。そう、新型はね継続サーチがついたんですよ。この何も知ってなくてもボタンを押さなくていいやつ。言ってる意味わかるかな。ごめんね、俺説明不足な、説明が下手くそなんだけど、このなんかずっとこの首から下げてる間光ってくれて、危ないなって思ったこいつが思ったところでピーピー鳴ってくれる。何の音？バイクか。お、無限階段さん、豪華階段さん、キラさんのも、あ、除霊スプレー持ってる、除霊スプレー持ってる、めったに使わないけど、カサカサ音がするの、俺のこの着てる服がカサカサしちゃうんで、そこはねごめんね。もうずっと光ってるんですよ、このこのウルトラマンみたいに5分間。寒いね今日、何度ぐらいなんですかね、みんなお正月休みですか、ね、俺の心霊配信はこういうなんか雑談しながらなんで気軽に見てくださいね。がっつりってやつじゃないから、がっつりが見たい人はやっぱ有料チャンネル行った方がいいですね。ごめんね。あ、でもうおいえい、ハウ、もうなんで1年目からもう、1年目じゃない、1箇所目からもうすぐ鳥なの。
去年の末ぐらいから俺鳥にすげえ襲われるんですよ。大ちゃんスタイル、オーイエそうイエって言っちゃうんですよ。これ俺あのネタギャグじゃないですよ。これ俺ギャグじゃなくて思いっきりびっくりするとオーイエって言っちゃうんですよ。癖になっちゃって、大ちゃんで言うやだみたいな本当ここ電波悪いな。何有料でもがっつり見れないんだ。クルーさん絶対取り憑かれてたやろな、もしかして今も PJ さんのも有料配信俺もあんま見たことないから。おいえ LED がなければこういう配信無理だった。 LED オンライト、これ今ねちょっと暗めにしてるんですよ。雰囲気ライト明るい、なんかねやばいのあったら教えてくださいね、明るくするから。神社経由で帰宅してる。俺何もコンビニ経由ですね。今日はレトロ自販機経由で帰ります。暗い時は明るいライトでこれで照らしてますんで、ね、ここが湖です。でね、このライトねちょっと明るすぎて寿命が、バッテリーの寿命があんまないんで、いざって時にしか使わないので、息整えよう。整ってないよ俺今、俺の息じゃないのが聞こえてんじゃないの。コンビニに置いていくスタイルコンビニに置いていくって言わない、なんか都市伝説で聞いたことないですか。怖いとこ行ってもし幽霊連れてきちゃったら、どっか明るいお店で何か物買って帰ると平気ですよみたいな都市伝説。24時間だから渡ないからついて他人に押し付ける。そう、朝食配信っていうかね、この終わった後に鉄拳太郎行く、レトロ自販機この話し方がちょっと大ちゃんっぽいよね。なんかコンビニに煽りつける、なすりつける。今日はあの鉄拳太郎に、風の音ない。こんばんは、コツです。いらっしゃい。これ固定班じゃないよね。マイウェン、なんて書いてある。鉄拳太郎に置いてきちゃうのもかわいそうなんだけど、うん、一番出るって場所があの神社に向かうところの鳥居の近くで女の声がよく聞かれるんですよ。俺の配信でもね、なんかちょっと異常があったことあって、その方向に今逆から向かってますね。トイレの周りも出るんですけど、噂はね。大ちゃん調理してたね。来年もよろしくお願いします。和子アヘラタンども美人だと思う。こんなにくねってたっけ、ここ。これ寝床か、寝床。なんで紫のなんかストッキングみたいなのが落ちてるのかと思った。猫の寝床を作ってるんだ。ここめっちゃ猫いるんですよ。あ、子供も亡くなってんの。姫染めって何。トイレ近辺はどこでも要注意。あ、そう、俺ペヤング調理しますよ。ペヤンガーだから、ペヤンガーだから。トイレなんでだろうね。なんかトイレでよくさ、なんか事件がありますよね。姫はじめ、動画に声が聞こえると投稿しないで削除。削除しちゃうんですか。携帯コンロね、カセットコンロね。あれでしょ、岩谷でしょ。懐かしいよね。岩谷の鍋焼きうどん配信好きだったな、俺、大ちゃんの。
誰かしら餌定期に来る。あ、そうなんだわ。自殺が多いからか。リンカーンの浜田。クソでかいペヤングできる。何それ、そんなのあんの。寒い、やばい。ちょっと待って。手が冷たい。今何度だろう、ここ。ライト持ち替えないと死んじゃう。これ寝ててライト持ってると北海道代わりになるんですよ、心霊配信って。すごくないですか。このライトがね、若干熱を持つから。あ、でもこの靴履き心地歩きやすいね。これで秋田も安心や。ちょっと早歩きしてますが。鼻水が。ねえ、カセットコンロね、やろうかなと思ったけど、なんかパクリになっちゃうから、あれはあれで大ちゃんの特権でいいかなと思います。俺がやるのは家でペヤングで十分かな。俺大ちゃんに昔あれなんだよね、その鍋用に差し入れ持ってきたの、この八丁湖で。卵とか、したらばとか。大竹？テレビ見ないからな、俺。オラタイさんのも。おはよう。おーいえい。あ？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 あ、わかったわかった。単独行動だったね、今の。超ビビる、ほんとにもう。なんなん、鳥だけはほんと、慣れない、もう今年。会話してた、ちょっと。おーいえって言っちゃうんだ。これネタじゃないから、本当に。みんな信じてくれないんですけど、最近もう本当、めっちゃびっくりすると、おーいえって言っちゃうんですよ。そう、鳥さん。アオサギっていうの、これ。あ、そう、新年の挨拶、今。今年もよろしくって言ってた。あ、お前も頑張れよって言っといた。そう、口癖になっちゃった。電波弱いやって。英語圏の人。鳥語。あ、かぶささん、どうも、こんばんは。明けましておめでとう。LED 熱持たない。電池が熱持つんだよ、多分ね、この。持ってるとこの電池が。楽しみに。千葉ワンコさん、どうもこんばんは。どうもこんばんは。寒い。あ、そうだ、これ自動サーチがもう切れてるわ。ちょっと自動サーチ、これ5分で切れちゃうんですよね。もう一回行きます。ここは、うん、埼玉ではまあ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 有名だけど、でも俺ここホームコースでテストでいろいろ配信しちゃってるから、300ルックス？これは？うん、埼玉では有名だけどね。でもなんか、何回も何回も俺ここテストとかで来ちゃってるから、こうライトテストしたりとか、あんまりね、恐怖心はないんだけど。でもなんか、いろいろなんか変なことが起きたりはしてるんですけど。違う、こっから電波悪いかもしんない。ちょっとプツってたらごめんなさい。あと手ぶれがね、ちょっと俺腕ビライザーなんで、ごめんね。あのスタビがつけてないんで、腕ビライザーなんで。手ぶれが半端ないですけど、早歩きだと。すいません。あ、ミンさん広告、ありがとうございます。画質計をいつもより1個下げちゃってる、ここ電波悪いから。
テスト真面目かな。あれが今この湖の先にトイレがある。あの周りね電波弱いんですよ。あそこの近くに焼却炉があって、そこで人燃やされたって噂もあるんだけど、地元の話だとね。そうそう、あっち側にトイレがある。本当はいつもあっち側から回ってくるんですけど、今日逆から来た。この女が立ってるって言われるこの足場を歩いていこうかなと思って。こちらね、ライト持てません。台風。わらたいさん、ここからです。くるさん、今年もよろしい。あ、わらびさんども明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。何が俺がそう、何の音これ、車かな。橋あったよ、前からあった。しかも結構長い、あのね、池を越える橋がある。ここ女が立ってるって言われる岩があるんですよ。俺の知り合いが肝試しに来て、ここに女の人が立ってたって言ってた。まあでも確認しないで逃げちゃったから、その人が本当にリアルな女の人かは分かんないけど、この先に立ってたって。これ逆から来たんだけど、あの人たちは。こんばんは、ヤギさん、どうもいらっしゃい。明けましておめでとうございます。まあ、一応なの、今自動サーチしてるんでね、これ。もし何かあったらバケタンが。行きます。ここからありがとうございます。来てるって。来てますじゃないんだ。ててててんてんててん。バケタンは本物。ミスターマニック来てます。バケタンガチ。この前ね、あの年末の配信で、どこだっけあれ、なんかね、ちょっとマニアックな、あんま有名じゃない池をね、ここ写真撮る、そう、マニアックじゃない池をね配信したら、バケタンなりまくりでやばかったんですよ、霧の時。ちょっとじゃあ写真撮るとき、俺の配信ってスマホ配信で Android なんで、アプリ落とさなきゃいけないんでね、止まります。止まりますね。皆さん、プツってるよとか止まってるよとか、よく言われるんですが、写真を撮るときは絶対に止まってしまうのでお待ちください。撮ってきた。戻りました。 OK、 映像音声大丈夫。まあね、ちょっとここ電波悪いとこあるんで、いう悪くなったらすいません。そろそろ5分経ったかな。もう一回これ10分ぐらいにしてほしいですよね、この継続サーチ。これ10分ぐらいにしてほしいよね。年末年始天気、あの北日本が荒れてたんじゃなかったっすっけ。実際映ったりはないですけど、あの配信者になる前にいろいろ体験があって、配信してからそれを皆さんと一緒に映したくて配信をしてるんですけど、生で特にね、なんかいろいろあったっちゃありましたけど、目の前にそこに今幽霊がいる、握手してっていうのはないです。ゴーストバスター掃除機。いや、めっちゃ今日シーンとしてる。凍ってんの分かる、これ分かんないか。
ってんすよ、なんか。わからないか。見たよ、俺配信で。化けた大暴れ。いつからだろうね、真面目にやりだしたのは。2017年ぐらいですかね。配信しだしたきっかけは2016年の夏だけど。あ、キラキラしてますよね。腕でし。あ、ウィスパーさんの思い出し。これ配信でわかるんですか、キラキラ。あ、雪降ってんすか。でも白い煙あんま出ないね。あ、出るか。一応出る。ラメみたい。キラキラ。エクトプラズマ。臭そう。やばい。臭いから幽霊寄ってこなくなっちゃう。一曲歌う？これ持ち歌がないんですよね、ダークしか。ダンバイン。ギラギラしてる。凍ってる。あ、あれがあるじゃん。え、何これ、びっくりした。猫の足音。足音じゃねえ。え、なんでこっから出てきたの、猫。え、これ猫？猫ってこういうなんか歩き方なの？足跡。引いた写真がいい。あ、もう撮っちゃった。新しい。ウサギ？後ろ？チビライダーさんいらっしゃい。バカ言ってる。バカ言ってる。懐かしいね。SD さんリスナーさん結構いますよね、今でもね。もしよかったらね、また見に来てください。SD さんの頃、あの、昔話でも OK ですよ。俺は全部対応できますよ、その話には。こういうことはあったよね、みたいな。自分の鼻から出てた。やばいんです。そして誰かいたら叫ぶよね。おいえっていう、多分。直線で歩くんか。え、両足揃って歩くの？変な足跡。うん、ここ前来た、前来た。テストでも来たかな。え？あ、走るとこうなるの。まだどこに向かってんのか、ちょっとついてってみる。え、二つになった。前おばあさんいたとこだっけ、ここ。そんなことあった？ちょっと待って、猫じゃないって言ったら何なの？ちょっと待って。タイム。え、猫じゃないってことは何なのこれ？ちっちゃいばあちゃんじゃない、絶対。え、見えるこれ。アライグマ？タヌキ？え、ここアライグマとかいるの？でもこれ、こっちの方行くと足跡薄くなっちゃってる。いきなり目の前に出てきたら怖いよね、その動物が。ヌートリアってなんだ？子猫？ヌートリアって何？ユートピアみたい。幽霊絶対ない。ハクビシン？あ、めっちゃいる。キョンシー。え、怖い。いきなり出てきたら目の前に。あ、ここイタチとかいるのかな。埼玉だよ。あ、でも ここからやっぱ水辺の方から入ってきてるね。ピカチュウ。いや笑いすぎて今この湖全体に俺の声が響き当たっちゃった。ピカチュウって。子供の足跡、フェレット。ヌートリアって何なの？
びっくりと。さっきイタチ見た。ちょっこトイレですね。でトイレの右側にあの焼却炉があるんです。廃焼却炉が。その向こうが古墳なんですよ。横穴の古墳。でその左が鳥居があって神社なんですけど。イタチに似た外来種か。おーい。アライグマ都内にも出る。ハクビシンってどういうのか分かんない。明けましておめでとうございます。つぶつぶんこさんありがとうございます。お疲れ様です。よろしく。でかいネズミみたいなカピカッ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 読めない。なんか言いたいことは分かるんだけど口が回らなかった。寒くて寒くてもうなんかこう丸パピプペポが言えない。うちのところたまに猿が出るか。疲れたじゃない疲れてはない。もう危ない怖い。足場がなんか危ない。これもう水カッカッカ。鼻に白い線か。海パン持ってない。あ、今の白いのは俺の息です。鹿跳ねた。やばいな。ね、水辺寄ってくるっていうね。まあ、とりあえずトイレの方行きますね。泳がないよ。寒い寒い。2020年一発目からそんな大それたことできないですよ。冷たい水わかんない。冷たいんじゃないなんて書いてあるのこれ。ちょっと難しい漢字が読めない。これ何持って竿。無限メンバー何それ。うさぎはいないと思う。見たことない。ここ配信し、まあでも昼間やんないからわかんないですね。夜に活動する動物しか。芋かみんなして芋って言ってるから、なんか俺芋って言われてんのかと思ったなんかコメント欄が全部芋で埋まったから、俺なんか芋って言われてんのかと思った。ポチさん、ここからなんです。ポコツです。何これ、芋ラッシュ、芋ラッシュ。これからちょっと怖いとこ行くから、ちょっと落ち着いて。芋兄ちゃん、サオ。今からちょっとメインディッシュだから、メインディッシュだから落ち着いて。ごめんね。でもね、電波悪くなるんだ。こっから一気に電波悪くなるから、止まっちゃったら写真撮ってくるんで、その写真後で皆さんに公開しますんで、配信中に。少しでもちょっと弱っちゃったら教えてください。真面目に確定で出るってどこやろ。どこだろうね。人の声がした。一発逆。布団が吹っ飛んだ。今人の声がした。車止めた方から誰か来たかな。ヤンちゃんくんが来ちゃったな。じゃあ早くやっちゃうか。出くわしたくない。後ろに貼り付け。つぶつぶあんこさん、ここからです。わかんない。ウェイウェイか。カツアゲされそう。鼻水出ちゃった。カツアゲされるかもしれない。三角長押しで尋問。何のゲームそれ何のゲーム三角長押しで。
うわ。何の音、これ超びっくりした。この音が、女子トイレから何か音する。大丈夫今。大丈夫今。外出下げたけど。映ってる。今動いてる。でもね、電波めっちゃないんですよ今。表示されてんのがないから。とりあえず写真撮ってきますね。少々お待ちください。出た、赤出た。写真撮ってる時にバケタンが赤かった。ピーポーピーポーピーポーって、なんか救急車でも鳴ってんのかなと思って、あれ継続サーチがあの目の前で赤出た。配信で映してて仲いいんだけど、ちょうど今あの焼却炉写真撮ってる時に継続サーチが、これ救急車が来てんのかと思った。なんかやけにいつもと違う救急車の音だなと思って、パッて下見たらこれが赤く光ってて、と写真は撮った、写真は撮った。すぐあのバリアモードって言って、これなんかボタン長押しするとバリアモードになるんですよ。だからバリアモードにした今。うん、焼却炉の今目の前。幸先いいね。ちょっともう一回、あの、ちゃんと押すバケタンやりに行って、あそこに。もう一回ちゃんと押すバケタンやってみていい？まあもうそこにいないかもしれないけど。中ね、あれ、開けらんなくなっちゃってるんですよ。なんかガードされてて。
じゃあまたちょっと電波悪くなるけど、今これもう継続サーチ消えてる状態だからね、絶対行ったらいないよね。めでたい。バリアはするでしょ。取り憑かれちゃったら心霊配信これからできなくなっちゃうから。あ、写真後で見せますね。ちょっともうちょい電波いいところで先にもう一回化けて話して。いやでもね、これこっち古墳なんだよ。ビビッとまたあのポンプの音だ。電波大丈夫？今俺の声聞こえてる人の お願いします。大丈夫？じゃあ行きますね。新年一発目。皆さん、合言葉は、俺がバケタンをこう固定してやるときは、バケラッタということをみんな言ってください。みんな一緒にね、みんな一緒に念じてください。バケラッタって言葉で。いきます。2020年一発目。今のは継続サーチだから、これちゃんと押すバケたんだからね。いきます。バケラッタ。古墳があるからな、あの先に。新型です。ごめん、無音だった？バグっちゃったね。多分電波悪くてバグっちゃったんですね。でもさっきさ、声したやつ全然来ないんだけど。心霊、心霊じゃないよ、人間。今戻ってますか？映像と音声大丈夫ですか？しもしも？OK、画質かなり今下げちゃってるけど、大丈夫？ OK、じゃあちょっと撮った写真見るの怖いけど、見れますね。今焼却炉の目の前で焼却炉を取ったのと後ろを取ったのと進む方向で3回3枚取りました。その取ってる最中に継続サーチのバケタンが今赤くピーピー言ったんで、とりあえずこの離れる前にここから皆さんと一緒に、いやーでも、なんもないかな。ゲームしたい。パンツ脱いだ。いやーこれは多分、まあね、この俺画像はいつもね、インスタに上げてるんで全部ね、心霊スポットで撮った画像っていうのは、観光地とかも全部、インスタに上げてるんで、もしよかったらインスタの方見てください。もしくはツイッターフォローしておいてください。1枚目。2枚目。これトイレの方向けて
こっちよ、だから今自分がいる方向に向けて撮ったやつ。焼却炉やっぱやばいっすよね。でも今までその焼却炉を写真撮ってて何かあったってことはないんですよね。これ輝度が明るくなっちゃったから2枚撮ってるわ。焼却炉人の顔に見えたとかやめて、怖い怖い。ちょっと待って、まだとりあえず全部。これが古墳側の方ですね。そうね、これね、スマホがね、ナイトショットをつけてるやつなんですよ。だからこのスマホ使ってるんですけど、そう、拡大ねするときはだからインスタかツイッターフォローしててくれれば、ツイッターに拡散するんで、もしもう一回後で見たいよって人はこう自分で広げられるんで、インスタ見てください。パケタン空気読みすぎですよね。夜一人で寝れない。ツイッターフォローしてない人ね、フォローはしなくても別にいいですけど、後でもし見たい方は来る394で、あれちょっと待って、違う、これじゃない、これじゃないです。こっち、俺と寝たら映る、間違いないですね。一緒に行動したら映ると思う。焼却炉もう一回出しますね。顔に見える嘘でしょ絶対。おお、でもなんか顔に見える。このなんか焼却炉の右側も顔に見えるわ。なんか音がする。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、なんか音が、あ、フォローありがとうございます。コンコンってコンコンって言った。ちょっともうあっちの焼却炉は電波悪いんで、もう行かないから画質戻すね。怪我してたから最近これ登ってないんですけど、今電波大丈夫ですか？ここもね、登る途中電波悪くなりますんで、この鳥居の周りが一番目撃例というか、女の声が入るって配信者さんがめっちゃ多いです。K の塔は ね、とりあえずここ取っとこうか。じゃあ一回取っときますね。これ登るんだけど今から。ちょっと写真撮ってきます。写真撮るの怖い。今もなんか変な音がした。ちょっと継続サーチします。写真撮ってる時はほんと怖い。みんなと共有できてないから。
ちなみに俺ね、もう何度も言ってるんですが、稲荷神社が相当相性悪くて、俺過去にこの八丁湖の裏の、この稲荷神社の裏の方を歩いてて、電気が全部落ちて、スマホのライトで帰ってきたことあります。あとね、俺この階段でもなんか誰かに押されて一回こけてるんですよ。行きますね。一応トレッキングシューズ履いてるから。凍ってて、煙出したら即通報。そう、靴買ったの。今日届いたの。早くない？俺さ、足骨折したんですよ、心霊スポットで。もしかしたら今見てる人って知らない人もいるかもしれないですけど、俺心霊スポットで足骨折して、3ヶ月棒に振ってるんですよ、人生を。まあ、ここでこけたんじゃないんだけど、ここでも誰かに押された感じがしてこけたんです。そうした山登りなんですけど、その時は下りですね。下りで足場がもう悪いから見えない。いや違う、骨折はここじゃないですよ。ここじゃないよ。畑トンネルっていう。埼玉の心霊スポット。これ登り切るとちょっといいんでね。しばらく待って。ちょっと電波悪いね、元から。登るとあるから待ってて。山だから。まだ弱い電波。まだ弱い。なんか前より電波悪くなってるな。充電ケーブルギシギシ言ってる。ありがとう。そういう教えてくれるのは一番嬉しい。たまにぴったりフィットしてる時もあるんだけど。ここに俺前さ、お面仕掛けといたんですよ。ここにお面仕掛けといたらさ、お瀬金庫さんに見つけられちゃった、昼間に。聞こえた今。
かけた、息してる。あ、止まっちゃってる、今。いや、電波悪いな、前より。まあ、とりあえず神社まで行っちゃいますね。ちょ、電波弱いけど、ごめん。もう時間がもったいない。どこだっけ？いつもこれ迷うんだけど。神社の周りは電波戻るんですよ。森に覆われてるから。何が鳴ってる？ヘッパケタ鳴ってた今。バケタ鳴ってた今。見てなかった、怖い。間違って押しちゃった、間違って押しちゃった今。間違って押しちゃった。電波ってこれ2回押さないといけないんだった。え、ちょっと待ってよ、バケちゃん、俺全然気づかなかった。草ガサガサ草の中歩いてたから。え、ちょっと待ってよ、写真撮らないと。出たところは何色か見てなかった。でも、え、さっきの声がそうなの？じゃあ写真撮ります。してすぐだから全然ノーマークだった今。全然聞こえなかった、怖っ。みんなが聞こえてるのに、なんで俺聞こえなかったの今。今日お参りはしませんがね、ちょっと稲荷なんで。愛おしい、愛おしいのかと。この辺は電波あるでしょ。画質戻すね、ここ電波あるから。すごい奥にあるでしょ。急になんか風が吹いてきた。さっきまで無風だったのに。いや、ここは常駐してないと。一番怖いのはこれじゃないんですよ。見たことある人いますと思うけど、ここでバケタになったらマジで怖い。
性悪いんですよ。だからお参りはしないけど、ちょっと写真撮りますね。ここで写真撮ってた時にバケタンがピーピー言ったらまた怖いな。フィギュア、やめてよこれ。フィギュアとかいうコメント俺が読んだら俺がたたられちゃうから。これこれお前俺のことフィギュアって言ったなって、俺が言ったみたいになっちゃうから。新しいね。ちょっと写真撮ってきます下今。これあれだね、多分ちょっと離れたとこから聞こえるから木かな、竹の木とかあるのかな。竹の音っぽい音がしてますよ今。キシ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 って風は歓迎してる。また一気に電波がなくなってきた。電波が一気になくなってきた。竹巫女がいるんですよここ。多分どっかに。これこの先行くとどこに行くんだろう。帰れなくなっちゃうからまた戻るか。このまま神社じゃない方向のこっちの森から戻るとさっきのあの焼却炉の裏の方に出るはずなんですけど、ちょっと安全をとってね、もう時間も時間なんで写真撮ったんで、とりあえず山を降りるまでまた電波なくなっちゃうから画質下げますね。本当は定点しようと思ったけど風吹いてきちゃったからやめとけます。ちょっと画質下げて、またプツっちゃうと思うんですいません。戻ります。これ撮った写真を下で。バケたんは、あ、そうか、バケラッタ してねえや。バケラッタしてないや。あの、稲荷の目の前で。一つの新スポでね、さっき間違えておっしゃいましたけど、二箇所って決めてるんですよ、で。このバケタンをやるのはね、一つの新スポで2カ所までって決めてるんで、こちらで2回目行きます。皆さんね、今起きてる方まだいらっしゃいましたら、バケラッタってコメントお願いします。八丁湖の上の稲荷神社です。2回目。バケラッタ。ヘイジョー、ヘイジョー。じゃ継続モードに戻します。お賽銭法の俺さ、稲荷神社に賽銭とかやんない方がいいって言われた。なんかね、一昨年か去年俺やっちゃったんだよね、稲荷と仲良くなろうって言って。稲荷と仲良くなろうって言ってなんかやった後に、何の男だ、ミレニア握手。とりあえず出ますわ俺。やっぱなんか稲荷はちょっと体調が
思わしくなくなる。また俺なんかちょっと稲荷相性悪くなっちゃったかな。一時期なんともなかったんですけど、すげえなんか気持ち悪い今。お邪魔しました。しっぺ返し。そう、仲良くなろうってダメみたいね、なんか変なことしちゃう。そうね、タイムシフトはね、俺一応全配信見れるようになっておるんですが、あのプレアカしか見れないんで、プレアカじゃない人のために YouTube のチャンネル持ってますんで、そちらもしよかったら登録お願いします。じゃあね、カタカナのクルの後にひらがなのクルですね。YouTube でこれを検索すると俺のチャンネルが出てくる。ちょっと電波悪いとこ戻ります。上級？なんか、まあ、ちょっとまだやるとこか。俺の声大丈夫ですか？下に降りたらまた電波戻す。ちょっとよくします。ここ昼間人、あの遊歩道にはいるけど、この山道は絶対いないと思います。
お辞儀した。元気なさそう。どういうこと？俺が？あ、今ね、電波悪いから喋ってないよ。寒気がする。普通に気温が寒いんだよね。そう思う。すげえ寒気がする。武士や帰ろうか。鉄拳太郎に幽霊置いてこないと鉄拳太郎にもしついてきちゃったら鉄拳太郎に置いてこないといけないから帰ろう。じゃちょっと画質戻しますね。あ、そうなんだ。この横穴、この横穴墓群、なんていうのこれ。これが一応古墳なんですよね。横穴式の古墳。それが向こうにあって、ここに焼却炉が。こっち一歩入ると、このさっきも分かったと思うけど、電波がなくて。こっちの奥に古墳があるんですよね。で、古墳の上にさっきの神社があるんですよ。地理的なもの分かりました？ちょうど今こっちの鳥居から登ってった神社が、あの、横穴古墳の上側に当たるんですよ。だから下に古墳がある感じなんですよ、その神社の。あの歩いた山道の下が。まあ、そういう感じでした。一発目なんでね、今年。まあ、地元を選ばせてもらいましたが、ちょっと帰るまでが心霊配信。寝る方はね、寝てくださいね。これからちょっと鉄拳太郎行きます。継続サーチはあれ以来何にもないですね。そのやっぱあの東屋のとこと焼却炉ですね。でもね、これ感度上がったんだって。バケタンの新型って感度2倍になったっていうんで、それのせいかもしれないですね。この何回もなんか継続サーチで回るようになったのは。みんなが同じことしたら鉄拳太郎は幽霊だらけ多分俺の知り合いの配信者さんもここ来た後に鉄拳太郎行ってると思う。嘘って名前の鳥かわいそうですね。前もこれ言ったんだけど、何あれ、なんだよ、びっくりした。何、うちわか。焦った。人の顔に見えた。ここがこれトラップじゃないよね、誰かの。めっちゃビビった今。
うちわか。これ遠くから照らしてたろ。ここに何もあるわけないからさ、普段通ってる道だから配信で。びっくりしたマジで。うちわ誰だよ、ここにうちわ置いた人。絶妙なとこに置いたね、あれ。絶妙すぎるよね、この通路の。めっちゃビビった。今久しぶりに本当にビビった。これ RYU とかじゃないのに仕掛けたの。マジ怖いな。最近俺あんまり怖がらない配信者なんだけど。なんか最近怖くなってきた。この継続サーチのバケタンが怖い。あと鳥。継続サーチと鳥、この2つが今一番世の中で怖い。やり手だよね。俺が八丁国も知ってた人がいるのかな。でもこの靴歩きやすいですね。意外と歩きやすい。これフィットした、疲れないですね、これなら長距離歩いても。一応ね、あのまだ心霊スポットですが、次の月火でちょっと秋田行こうかなと思ってまして、一応秋田の自販機の配信は7日の火曜日のお昼から夕方ぐらいにかけて外配信します。ちょっとね、雪がどんな感じかわかんないですけど、車で行くんじゃなくて電車で行くので、レトロ自販機興味ある方はね、そちらご覧ください。今年初の企画遠征。また縦のこのなんか雨みたいの線が入ってきちゃうのは、多分ね、長時間配信してるとスマホが重くなってるんだと思うんですよね。これ再起動した方がいいんだよね。これあ、クソウク、うんこでかいさん、ありがとうございます。お仕事、あの休みもらいました、6、7。ほぼ無理やりだけど。宿と、なんかね、本当は7、やっぱ出てもらえないかなって今日言われたんですけど、俺、ちょっと6も宿取っちゃったんですよね、つって。だから、まあ、どうしてもいないんだったら、もう、速攻帰ってきて夜出ますよって言ったんだけど、あ、じゃあいいやって言われて。もう、そこまで予定入っちゃってるんだったらいいや。なんとかしますって言われた。だから一応6、7は連休が確定したんで、申し訳ないけどね、人がいないのに。RYさんどこやってんの？今配信してるんだ。こんな時間に？ここの池も出るって言われてんだよね。この池も出るって言われてるんだよ。今の報告って何を報告するの？ここの池も出るって言われてるんですよ。朝日見に行くの。トムさん、ここからございます。いらっしゃい。ちょっと今新スポ一応初めて2020年やりましたが、ちょっとバケタンは継続サーチが一回赤で一回は色を俺が見過ごすっていう、いきなり失態を。まあ、とりあえずね、あのバケタンが赤とか青とか俺チェックするのが自分が押した時だけなんで、その一つの心霊スポットで2箇所、俺が怪しいなと思う場所、リスナーさんが怪しいなと思う場所を2箇所やるところは、赤か青かが出たら、あの動画に撮って年末にまた流したりね、途中の
上半期総決算とかで流しますけど、継続サーチのね、赤とか青はまあ一応なしにしてます。多分いっぱい光ると思うんでね、これ新型バケタンになってから感度が上がりまくって感じてるから。でも寒気がなくなったんだけど、やっぱ寒いだけだったんじゃないんじゃない、これ今も気温変わってないですよね絶対。さっきと5分10分ですよね今歩いたの。あの降りてきた時がすっごい寒かったんだけど、あれは何だったんだろう。電波戻りました。鉄拳太郎行きますね。人がいるかもしれないけど、正月休みだから。まあね、今日もしあの初見の方とかロムテル方ね、初めて俺の配信を正月休みでたまたま見に来てくれた方ね、ありがとうございます。普段はね金土日あまりできない配信者なので、金土はね自分の見たい配信を見て平日暇だったら見に来てください。なってるのここら辺一匹いた。ミーコがいなくなってる。どこに置いてきたのかな。ついてくるのやめたんじゃないか。もしくはトイレかな。俺 SD さんに初めてリア突したのここなんですよね。この自販機が置いてあったであろう、なんかこの空白のスペース、ここで初めて俺 SD さんにリア突した。え、なにビビった。いるんですよ。もう今、まあ、夜中だから寝てんのかもしれないけど、本当に猫がやばい。ここ子猫動画ぐっすりしてたね。申し訳ないですね。坊主に心霊否定されたことがある。だから神社で OK。 坊主に心霊どういうこと。逃げないね。良かったんですよね、多分。じゃあちょっと今から鉄拳太郎行きます。鉄拳太郎って皆さん知ってますかね。ロムってる方もご存知ですかね。心霊以外のジャンルで昭和レトロ自販機というのを回ってまして、この埼玉にね、うちの地元に1個あるんですよ。そこに今からご飯食べに、昨日も行ったんですけど、あ、写真見るか。写真車でいいですか。ね、ノート書きたい。坂東太郎坂東太郎ってなんか茨城県のあの配信に行った時にすげえいっぱいあったね。その何屋さんだっけ、あれお店ですよね。坂東太郎、坂東英二しか知らない。放送者フォローありがとうございます。 PCD さん広告ありがとうございます。けましておめでとうございます。
初めてか。まあね、正月休みじゃないんですけど、今ね13連勤中で、皆さんがお休みの時ので働く仕事をしてるんで、あまりね皆さんの休みの時間に会うことはないかもしれませんが、一応ね配信いろんな時間帯にやったりしてるんで、もしよかったらね見に来てください。平日もね、まあ夜中じゃなくて夜遅くぐらい11時とかにやってる時もあるから、なんだって坊主曰く朝晩お経をあげてるから霊は天国だそうだ。ああ、そのエリアにってこと、神社にってことか。あそこの神社でもいるのかね人。何神社、久々になんか寒い中歩いたから疲れますね。やっぱ一回これ心霊スポットってタイトルにしてるから枠取り直した方がいいかな。なんてタイトルになってます今。心霊スポット初陣ですよね多分ね。タイトル変えて車載にして、車着いたらとりあえずあの撮った写真を、配信、ああやっぱ心霊スポットになっちゃってますもんね。アミンさんここからやります、ここからやります。今から車戻って撮った写真を、車に何も乗ってないねおばあちゃん。これこの階段下れるかな、まだやめといた方がいいかな、まだやめとこうか。ここで足また怪我しちゃったな。素直に遠回り、ほんとあそこねショートカットする降りる場所があるんだけど、骨折して障害者レベルなの今足が。帰ってきた、ジュース飲みたいけど財布出すのがめんどくさいね冬って、手袋しちゃってるから。ここ大道なんですよね、俺の大好きな大道。バニラリッチはないよね。金のおしるこってうまそうだな。毎日回収してるんだ。あそこ回収してるんですかね。あれないな、あれが。ない、ないや、ここあれが。あの、あれ。名前が出てこない、あの。これしかない、コクトロコーンポタージュ。あのバニラリッチが夏なんだけど、冬限定の何かあのココアみたいな、カカオリッチかな、なんかそんなのない。これがないよ、ここは。バニラおしるこリッチ。関節に負担かかりそうな階段だったでしょ。階段というかね、これあれ階段が3段ぐらいしかなくて、あとなんかスロープみたいな、この見えるかな、この上にいたんだけど今この上からこの下ってるんですよね、この高さを結構一気に。いつも俺ここ登ってってたんですよね、死んでいく時。ここに駐車場があるんで、ここに。無理だよね、もう今の橋じゃ無理っすよね。じゃあちょっと写真を検証するんで少々お待ちください。
じゃあ撮った写真ね、後半戦を出しますね。これが稲荷入り口ですね。何枚撮ったっけな。これが道と鳥居。俺ね、赤いの映ったことないんですよね。配信中に地蔵が赤くなったことあるけど、あんまり赤くなったことないんですよね。カメラが、っていうか写真が。地蔵は赤かったけどね。これ多分あの継続サーチでバケタンが鳴ってるよって誰か言った場所ですね。特に何もないですよね。ほんと写真撮るあんま映らないですよね。なんか毎回大丈夫そうっすね。あんま見えないですよね。もうみんな寝てるか。もう4時だもんね。じゃあとりあえずあの心霊スポット配信1箇所目はここ八丁湖でございました。一応ね、次車載にして鉄拳太郎行けますけど、まあ、ちょっとねあの RYO さんやってるんだったらそっちにちょっとちょいとコメントしてからやるかもしれないんで、すぐにかわかんないですけど、とりあえず心霊ありがとうございました。アキラさん、オラタイさん、ゾンビさん、662個目さん、660個目さん、ミンさん、ひじりさん、ゲストさん、ヤギさん、わらびさん、とびこさん、ポチさん、チビライダーさん、リュウセイさん、キラさんくらいかな、来てくれた方ありがとうございました。ロムてる方もね、いやいやな方もありがとうございました。またね、今年2020年ここからが第一歩です。目標を目指して、まあ、趣味でやってるんでね、俺はね、あの好きでやってるんで全然苦じゃないんですけど、もしねお付き合いいただける時間があったらいらしてください。無限回路さん、チワワンコさんもありがとうございます。じゃあね、これから今ちょっとレトロ自販機行くんで、もしレトロ自販機興味あったら、多分15分ぐらいで車で行けると思うんでね、車載に戻して次枠取ります。お疲れ様でした。じゃあエンディング貼ります。何がいいかな、エンディング最初だからホラーにしとこうか。じゃあお疲れ様でした。いい夢見ろよ。じゃあ寝る方おやすみなさい。